ご紹介しましょう。まずはチャンピオンです。チャンピオンは童顔の暗殺者と呼ばれています、強打のボクサーファイター、マルコ・アントニオ・バレラです。ホームタウンはメキシコシティ、年齢は26歳です。89年にフライ級でプロデビュー、圧倒的な強さで34連勝した後、95年にダニエル・ヒメネスに判定勝ちし、 WBO 世界スーパーバンタム級タイトルを獲得。これをわずか1年半の間で8度防衛。センセーションな倒しっぷりで一躍メキシコのスーパースターになりました。しかし96年にジュニア・ジョーンズにまさかの5回失格負け、そのリマッチでも敗れ大きな壁にぶつかります。そして98年、リッチー・ウェントンから2度ダウンを奪い、3回 TKO 勝ち、 WBO 世界スーパーバンタム級タイトルを奪回、2度の防衛に成功します。今年2月には WBC 王者エリック・モラレスとの統一戦に判定負けで王座を失いますが、モラレスが返上したため王座復帰を認定されました。戦績は53戦49勝3敗1無判定、49勝のうち36の KO 勝ちがあります。そして挑戦者です。兄弟世界制覇を狙いますアセリノ・フレータスの兄、ルイス・クラウディオ・フレータスです。ホームタウンはブラジル・バイア、年齢は32歳です。92年バルセロナオリンピックフライ級でブラジル代表として活躍後、95年にプロデビュー、その4ヶ月後にブラジルフェザー級タイトルを獲得、2度防衛に成功し、98年にエルネスト・メディナに8回 TKO 勝ちで WBO ラテンアメリカフェザー級タイトルを手にします。昨年はブラジルタイトル3度目の防衛に成功。一足先に WBO スーパーフェザー級チャンピオンになった弟と共に注目を集め、今回のチャンスを手に入れています。戦績は20戦19勝1敗、19勝のうち15の KO 勝ちがあります。はい、兄弟王者を狙いますフレータス兄がバレラに挑戦します。はい、ということで、すごいですね。これ倒し合いになりそうですけどね、早速から見てみましょう。はい、この試合は6月の17日です。メキシコシティにありますアレナメヒコで行われました一戦です。どうぞ。メキシコシティアレナメヒコには大勢のお客さんが入りました。6000人です。 WBO 世界スーパーバンタム級のタイトルマッチ、マルコ・アントニオ・バレラ対ルイス・クラウディオ・フレイタス、あのアセリノ・フレイタスのお兄さんです。今回バレラはチャンピオンという立場なんですが、初防衛戦になります。2月19日あのエリック・モラレスとの統一戦に判定で敗れたんですが、まあいろいろと論議を呼ぶ祭典でもありました。その後王座復帰を WBO から認定されています。その WBO としてはその祭典と WBC のジャッジ選定などに異議を唱えて、独断でこのバレラをまた、チャンピオンに返り咲きにしたということになります。マルコ・アントニオ・バレラ、今回が従って、タイトルを取り戻しての初防衛戦ということになります。小泉さん、形的にはその1回やっぱりチャンピオンから陥落したというふうに捉えるわけですよね。はい、そうですね。だからまあ、再び認定したということですから、はい、まあ、記録上はこれがまあ初防衛戦になりますね。はい、そのバレラがコールを受けました。これがプロ54試合目になります。まあ、お客さんはですね、浜田さん、このバレラ人気ありますから、また嬉しいという気持ちのお客さんもかなりいらっしゃいますよね。まあ、やっぱり今の声援聞いてもそうだと思いますよね。やっぱりボクシングの倒しっぷりがいいですからね。はい、まあ、その一部でくすぶっているそういった陰口を吹き飛ばすにしても、そのバレラはパンと勝つ必要があります。あ、これ後ろにアセリノ・フレイタスがついています。弟がセコンドについています。ずいぶん表情はちょっと違うのか、髪の毛の色のせいか。いや、 やはり似てますよね。あの鼻のあたり、目元っていうのはですね。はいはい、アサリのフレイタスの実の兄です。兄弟制覇を狙います。ルイス・クラウディオ・フレイタス。
ブラジリアン、ブラジル人ですが、67年の8月3日生まれですが、32歳というベテランです。まあ、92年のバルセロナオリンピックフライ級でブラジル代表として出て、はい、でプロ入りまでプロ転向までちょっと間隔があるんですね、まあ、でプロ転向したのは95年ですからね、はい、さて、何かこう早そうな感じですけども、さあ浜さん、この試合も一言お願いします。あの今アセルのフレイタス見えましたからね、はい、その、 あの兄となると、うん、あの同じように振り回すと予想してですね、チャンピオンのバレラの振り回し方か、それとも挑戦者フレイタスの振り回し方か、どっちが迫力あるかでしょう ね、 ですね。さあ一般的には世界的には無名でありますこのアセリのフレイタスの兄、ルイスはどういった試合を展開しますでしょうか。左側黄色のトランクスを開いていますがフレイタス、そして右側がバレラでありますが、バレラのとしましてもその認定王者という形、これからがまた一つ勝負になっていきます。期するものはかなり想像するに浜さん持ってますでしょうね、バレラは。いや持ってるでしょう、ですから今日の勝ち方はいい勝ち方という、はい、まあやっぱり予想通り出てきましたね、出てきましたね、グイ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 いきます。バレラ左を出していきました、左をつきます、これも威力があります。声援が飛び交っています。アレナ・メヒコ6000人の観衆です。ランキングはこのクラス11位のフレイタス兄、右を打ちました、左を出します。弟のようなあのブラジリアンボンバーと言われる、おっとワンツー、チャンピオンが打っていきました。ブラジリアンボンバーのようなあの一発が見られるんでしょうか。兄フレイタス左か右、ボンボンやっぱり振ってきますね浜さん。まあやっぱり最初は弟のアセルのフレイタスも兄の見て始めたと思いますからね。なるほどなるほど、スタイルやっぱり似てるんでしょうね、どっかね。そうなるでしょう。おっとカウンター取ります、右でカウンター取ります。挑戦者フレイタス、このフレイタスは短い間隔で試合を行っていまして、前回の試合が5月に行っています。1ヶ月とちょっと、おっと下がった下がった、ボディブロック左から右のストレート、またボディ、このボディ打ちは特徴があります。ダウン、ボディから一緒になって顔面のアッパーの付き合い方はいいですよ。いいですね、決してボディだけではありませんでした。動かないですね、長々と寝そべったまま起き上がって、これそうもありません、ノックアウトです。本当一瞬ですね、あっという間に終わってしまいました。アサリのフレイタスの兄ルイス・クラウディオ・フレイタス、世界初挑戦、1ラウンドノックアウト負けです。タイミングが悪かったといいますか、この雪辱に燃えるマルコ・アントニオ・バレラのこの認定タイトルの初防衛戦、一番この飢えているですね虎の前に出ていってしまったというような、浜さんそんな間の悪さもあるかもしれませんね。最初はやる気見えましたけどね、バレラが強すぎた、相手が強すぎたという感じしますね。そうですよね、ただでさえこのもう強力なチャンピオンなんですが、今回はちょっとあまりの自分のやられ方に、自分自身歯がゆいのかもしれません。フレイタス、あの1ラウンド KO 負けっていうのは辛いもんですよですね。やはりみんなにですね、たとえ負けても自分の強さっていうか、あるいはその練習の成果っていうのを見せたいですよね、ボクサーっていうのは。ところがやはりこれボクシングその偶然1ラウンドで終わることもありますよね、はい、負けた方も辛いですよね。ボクシングです、本当に最初に出した極端に言ったら一発で終わってしまうケースだってあるわけですからね。そうですね、そうしました相手は何もできなかったということになります。練習の成果が全く発揮できませんでしたフレイタス。しかし、チャンピオンのバレラの表情変わらんですね、はい、やる前と終わった後、はい、1ラウンド1分27秒ですよ。あマルコ・アントニオ・バレラ健在ぶりをしっかりとアピールすることができました。童顔の暗殺者ベビーフェイスアサシン復活です。マルコ・アントニオ・バレラ勝利しています、初防衛に成功いたしました。それでは試合結果を確認してみましょう。ブラジリアンボンバー、弟のアセリノ・フレイタスに続けと世界に挑んだルイス・クラウディオ・フレイタスでしたが、1ラウンド無残にも夢打ち砕かれてしまいました。マルコ・アントニオ・バレラの強烈なパンチを浴びてあえなく10カウント、
兄弟同時世界チャンピオンはなりませんでした。さすがチャベスの後継者ともいられるバレラ、ね、強かったですね。モラレスの、ね、鬱憤を、あの負けた鬱憤を晴らすかのような戦いっぷりでしたけれども、はい、さあ復帰戦だったんですが、どうだったですか。まあ、やっぱり本領発揮というんですかね、これからも力どんどん見せつけるでしょう。まあ、今日なんかはやっぱり1ラウンドではありますけど、見せるところを瞬間的に出しますよね。はいはい、例えばですね、あのボディーブローのカウンター、うん、アッパーのカウンターっていうのは一番難しいし危険のもあるんですね。それを瞬間的に決めるところなんか、さすがの振り回すだけじゃなくてタイミングの持ち主でもあるなという感じしましたね。ね、一般的人間でなくてもプロさえうならせるという、そんなバレーだったんですが、小泉さんどうでしょう。いや、倒し方やはりうまいです。前ですか。最初ボディ効いたでしょ、はい、でその後そのボディ打ってボディ打ってボディ打って、ここ私はその倒された方ですけれど、ここでですねバレラはボディ打ち続けたわけです。で相手のガードをもう固定させといて左のアッパー突き上げたんです。だから今後はですね、コンビネーションブローを打つときに全部当てるんでなしに、相手の肘とかそのブロックさせるようなパンチも中入れる、それでもってガードをちょっと固定させたり開かせたりしていいパンチ入れると、そういうコンビネーションブローをその工夫していくとですね、もっとパターン広がるんですよね。今日はそれを見ましたね。はい、はい、情報によりますと、あの、はい、モラレスとの再戦もかなり濃厚になってきているという、ね、話も伝わっています。楽しみですね。楽しみです。ぜひ見たいです。ということで WBO 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ、ご覧いただきました。